はい、どうもそばるです。バトルフィールド5やっていこうと思います。今回はね、今更ながら初心者向け陛下解説突撃編第1弾やっていこうかなと。武器はセミオートライフルとこのフリーガーファーストっていう対空仕様でね、バン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 キルしながら解説をねしていこうと思います。まずはね、突撃兵とは一体何ぞやとって話なんだけど、このゲーム歩兵には4種類兵科があって、1つは今使っている突撃兵、そして衛星兵、援護兵、石膏兵、まあそれぞれ武器も異なってガジェットも異なってって、兵科によっては役割も分担されていく中、突撃兵は一体何をすればいいかと言いますと、簡単に言うとキルをして兵器をぶっ壊す。今回はフリーガーファーストを持ってね、対空仕様にしているわけなんですが、さっきみたいに航空機をぶっ壊すことができる。そして今回メイン武器に選択しているのがセミオートライフルなんだけど、もう一種類あってアサルトライフルがあるんよ。突撃兵にはアサルトライフルとセミオートライフル、この2種類どっちかを選んで戦闘に参加することができるんだけど、まあ違いとしてはね、今回セミオートライフル使っているから、セミオートライフルの利点を話すと、例えばアサルトライフルは、まあ、50m 先の敵を狙うのに、まあ、4発5発必要っていうことがあるんだよね。だけどこのセミオートライフルにおいては3発で落とせますよって感じ。ただやっぱりね、人によって得意不得意があるように、この武器も不得意がありまして、まあ、近距離が苦手だね。近距離がこういった戦いがちょっと苦手ですね。まあ、今はね、なんとか倒せたんだけど、例えば3人4人いた際は10発で近距離の敵どう落とすんだみたいな。ただこうやってちょっと中距離ぐらいの敵を倒すには持ってこいなんだよ。そう、一応理論的には同打ちは3発ぐらい確かするんだな、ゲベアは。だから10発あるから、理論的には3人このワンマガジンで倒せる。で、この今回はガジェットもう一つダイナマイト持ってるんだよね。これは戦車を破壊することもできるんだけど、近づかないとダイナマイトを貼っつけられない。さあ、どんどんこっちの前行こう。このまま今度この距離は得意なのよ。この距離はアサルトライフルでももちろん得意なんだけど、やっぱり3発で落とせるから、向こう側がアサルトライフル、こちら側がセミオートライフルだった場合、まあ、じゃんけんでこちら側が、まあ、もちろんね、相手が上手かったらセミオートライフル使ってても負けることはある。だけど武器の性能単体でいったら、まあ、中距離で敵アサルトライフルで、こっちでセミオートライフルだったらやっぱりセミオートライフルなんですよね。だから自分の立ち回りに合った武器選択が必要で、近距離でがっつり突撃してって倒したいのであればやっぱりアサルトライフルの方が強いんだけど、こうやってちょっと味方後方から援護しつつどん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 前進んでいくのであれば、俺はセミオートライフルの方を使ってたな。それ落ちないのか。やっぱり爆撃機に対してフリーガーパーツ一発じゃ無理か。まあ今みたいにどん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 航空機とかビークルに対してダメージを与えていくっていうことは重要。まあ、確かに今の落とせなくて超悔しいんだけど、まあ、その悔しさは胸に抱きながら、まあ、どん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 兵器に対してダメージを与えておくください。まあ、これ結構重要なことで、兵器にダメージを与えるイコールそいつは修理に行くのよ。今の航空機下がって修理に行きました。でその修理に行っている時間でやつは何人倒すことができたかって話、それを俺が抑えたってことよ。だから航空機とか使っている側的にもね、やっぱりああやってフリーガーファーストとかどん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 対空されるとめんどくせえな、また修理行かないとなってなるんだよね。敵の無双を止めることができる。兵器に対してはどん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 ダメージを与えよう。これも突撃兵の役割だよね。ちょっとこれやばいね。ちょっと一回下がりました。一旦敵がね、橋の奥にいる。どこだこれ。あっぶねだ、こういった時にセミオートライフルでよかったなって感じるわ。まあ兵器に対してはどん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 ダメージを与えていこうって話。今俺フリーガーファースト使ってるんだけど、 M1 バズーカとか対戦車に対してのガジェットとかだったら、まあどん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 戦車に対してダメージを与えていけば戦車も修理に向かう。うわ、なんだあれ、すごいところに対空戦車いるんだけど。やばい、後ろからも狙われてる。まずいなこれ。もうセミオートライフルありがとう。これは俺の持論なんだけどさ、ビークル使いからしたら対戦車対空しない突撃兵なんてただのカカシですなってやつだから、キルをくれてありがとうなんて。だって何もしてこなかったらもう低空飛行でバン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 爆弾落とせるもん。ほら見てこれこれよ。誰も対空しなくなったから、ああやって低空飛行ドッグファイトが開催されるんよ。ちょっと歩兵に夢中っていうのもあったんだけど、もう誰も対空しないっしょ、低空飛行で大丈夫っしょっていう思い上がりを与えてしまったわけだな。ただそれをぶち壊したわ。もうこれで恐怖心ブルブルと与えて、敵はもう二度と低空飛行できないね。
E ポイント側からかなりの分体数が来ているわけなんだが、ここで押さえておきたいわ。で、E ポイント側に味方が今押してくれてるから、このまま挟み撃ちにしたい、耐え抜きたい。ここで今ここ正念場ね。このセミオートライフル単体でどれだけ生き残ることができるか。一気に詰められたらさすがに難しいわ。こうやって単一で詰めてきてくれればどんどんありがたいんだけど。あー死ぬけないか、まずいな。これね、サプレッサーついてるから M3 の可能性あるんよな。うーん、顔出すの怖い。よし、勝った。危ねえ。よかったよかった。ほら、右側飛んできてるっしょ。これはまたフリーガーよ。で、これであいつはまた修理に戻らなくちゃいけない。運が良ければ味方が対応してくれる。ビークル使ってるとね、これやられたら嫌だなーっていうことがどん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 思いつくのよ。極論 PVP っていうのは相手の嫌がることをした方が勝ち。なんか赤城とかでもそういうの言ってなかったっけ。自分が上がるより相手をどれだけ上がらせないかが重要。まあ要するに嫌がらせじゃん。相手の気持ちになってこれやられたら嫌だなとか、流れを見てこれ抑えられたらきついなっていうことを常に考えながらゲームをやっていく。どうなんだろう、みんなもさ FPS 上手い人に聞きたいんだけど、そういう考えしながらゲームやってません？すげえこれ持論なんだけどさ、性格悪いやつ多いじゃん FPS って。だから性格悪いやつって相手の嫌がることをやるから、で相手の嫌がることもやるし、自分がやられたら嫌だなっていうこともやるからさ、そういった意味では FPS に向いてるのかなと感じます。なんか死体打ちの文化とかもさ、そのあたりのプレイヤーからスタートしたんじゃないかなって俺は常に思ってるんだけど、どうなんだろう。死体打ちの始まり、いつから死体打ちは始まったのか。いいか悪いか論争をするとまたなんか燃え上がるから、どうでもいいっていう立ち位置でいるんだけど、ただ強いて言うなら、なんか死体打ちは挨拶とか慣れ合いとかいい文化とか言っている人は俺それ全部奇弁だと思ってるのよ。だって実際には死体打ち嫌がってる人間もいるし、配信しながらゲームやってたらなんかゴースティングされて、なんか死体打ちパパパパパパパって撃たれていい顔する人間は俺一人もいないと思うんだよ。まあいいか悪いか論争で言ったらマナー悪いなって感じる時もあるんだけど、結局のところ利用規約が決めることであって、我々がいいか悪いかを決めるわけではないんですよね。やっぱりコミュニティからは迫害されそうだから。だから死体打ち肯定派の人はしっかりと言えばいいんだよ。俺は気持ちよくなるために死体を打っているんだと。相手のメンタルをぶち壊してプレイヤースキル的に下げていく、まさに FPS の原点にして頂点の戦術であるって言えばいいんじゃね。俺もね、死体打ちするときは本当にうぜえチーターがいたときボコボコにして精神崩壊させるためだけにやってる。うわー、俺1000円のチート買ったのにこんな通常のよくわからんプレイヤーにボコられたわーっていうイライラを与える。ただそれだけのために死体打ちをしてるわ。まあ一つ言えることはね、初心者講座に組み込むようなものではなかった。それだけは言えるわ。だからまあ初心者の人はね、死体打ちなんかせずにもう周り敵索敵して倒してください。まあ、そんな余裕はねこのゲームにありません。もう常に狙われてると思っていい。Apex のレースみたいに、あなた敵に狙われてるわ、そんなのないから。常に自分は狙われてる、そう認知ろ、そして動き続けろ。 FPS は動き続けるゲームでもある。はい、逃さないと。こうやって支柱に収まろうとしているチャンスは常に握りしめていこうって話よ。余計なことをしていたらチャンスを逃してしまう。このバトルフィールド5、戦場に入ったのであれば敵を倒すことのみを考える。ただそれだけよ。これ倉庫いるっしょ絶対。これ倒した。でこれでかっ、うわー、あれ対空できたな。でも衛星兵いるわ。葉っぱ、あれいない、えやってくれたかって。右来てる、ナイスカバー。ねえ、今のは油断したわ。今の衛星兵の危機察知能力がシンプルに高すぎよ。さあこのまま分隊長の指示のもと F ポイントに向かいますか。だからちょっと A ポイント取られてんのが、えこれやってよ、あぶね、こいつ裏取りさせるとこだったわ。だからまずいな。ただ A ポイントが取られまくっているから、このままだと逆転される可能性がある。 C ポイントしか残ってない。どうする分隊長、このまま F ポイントに向かうか、 C ポイントに戻るという手もある。これ正面戦車いんの、もしかして。戦車がいたら下がりたいところである。俺今 M1 バズが持ってないから中距離は無理なんだよな。
あーそこか無理だな。ああいった敵に対して M1 バズーカとかで中距離ぶっぱできたら修理で下がってそのまま F ポイント取りに行くことは可能なんだけど、今回はフィガーファーストを持ってるわけなんですよね。2台いるわー、下がります。 C ポイント一旦下がって A ポイント B ポイントを取り返さないとこのままでは敗北してしまう。このモードコンクエストにおいては中途半端な立ち回りほど敗北の要因はない。 C ポイントは一応確保したけど、ただ A ポイントからこれ流れてきてそうだなー、それが一番嫌だ。やっぱ来てるか、こっち側の拠点残り C ポイントのみになってるから総力をかけて敵は C ポイントを取りに来ると思うんで、今のうち A を取って分散せよ。いるぞ。うわっうわっ、あっぶね、ナイスカバー。サムジに対してセミオートライフルこの距離は苦手なんよな。カーはダウンとしてるわ。これ倒した。味方がうまく B ポイントを取ってくれてるからこのまま A ポイントを取りたいところではある。変に中途半端に戦っちゃった。これはね、俺もしっかりと下がって A ポイントを取りに行くムーブをすればもっと変わってるかもしれんわ。いいね、 A ポイント周辺の敵はどんどんカットしていこう。おー、またなんか旅行してるやついるって。これ倒せ、アップね。旅行者倒せ。わー、走行車来てるー。まずい、これはビークルか。 M1 バズーカねえんだよな今。フリーガー、とりあえず歩兵を減らそう。チケット数を減らしていく。これさすがにバレたか。あんまり戦車いるところで撃ちたくはないんだけど、チケット数を減らすことが優先的だわこれは。いやー来てるな、A ポイント。外周からも来てる。とりあえずちょっとずつカットしてって A ポイントを取り返すしかねえか、これは。戦況ちょっと辛いぞこれ。いやーさすがにバレたか、まずいなこれ。戦車来る、戦車。ここで、うわーそこいる。一応28は与えたけどって感じなんだよな。近づいてダイナマイトを放ちたいところではあるんだけど、周囲にもう敵が分散してるため戦車に近づけない。ちょ、一回中にいる敵倒そう。中にいる。回復キット回復して、いた、ワンカット。もう一人いるんじゃない。うわーダメだ、腰ダメ、信用しすぎた。ナイスナイス、いいカバーだけど GG、 お疲れ様でした。うわ、これ最後の最後で裏取りされてもう拠点全部取られちゃって一気に負けちゃったね。まあただ突撃兵でなかなかキルも取れたということで、まあこういった立ち回りをすればセミオートライフル兵で遊ぶこともできますよって感じの動画で、いかがだったでしょうか。ぜひとも皆さんも突撃兵を使って遊んでみてください。ということでお疲れ様でした。バイバイ。